コールバック、コールバック、A、コールバックとは、プログラミングにおいて、他のコードの引数として渡されるサブルーチンである。これにより、低レベルの抽象化層が、高レベルの層で定義された、サブルーチン、または、関数を呼び出せるようになる。一般に、まず高レベルのコードが、低レベルのコードにある関数を呼び出すときに、別の関数へのポインタやハンドルを渡す。 低レベルの関数を実行中に、その渡された関数を適当な回数呼び出して、部分タスクを実行する場合もある。別の方式では、低レベル関数は渡された関数をハンドラとして登録し、低レベルの層で非同期的に何らかの反応の一部として5で呼び出すのに使う。コールバックは、ポリモーフィズムとジェネリックプログラミングの単純化された代替手法であり、 ある関数の正確な動作は、その低レベル関数に渡される関数ポインタ、ハンドラによって変わってくる。これは、コード再利用の非常に強力な技法と言える。コールバックを使う意義を理解するため、連結リスト上の各要素に対して様々な処理を行うという問題を考える。一つの手法として、リスト上でのイテレータで、各オブジェクトについて処理をするという方法がある。 これは、実際、最も一般的な手法だが、理想的な方法というわけではない。イテレータを制御する、コード、例えばコディチェ一文は、リストを辿る処理が存在すると、その度に複製が必要となる。さらに、リストの更新が非同期プロセスで行われている場合、イテレータでリストを辿っている間に要素を飛ばして、しまったり、リストを辿れなくなったりする可能性がある。 代替手法として新たにライブラリー関数を作り適当な動機を施して必要な処理を行うようにする。この手法でもリストをたどる必要が生じるのに同様の関数を呼び出す必要がある。この方式は様々なアプリケーションで使われる汎用ライブラリーにはふさわしくない。ライブラリー開発ではあらゆるアプリケーションのニーズを予測することはできないし、アプリケーション開発では ライブラリーの実装の詳細を知る必要がないのが望ましい。コールバックがこの問題の解決策となる。リストをたどるプロシージャを書くとき、そのプロシージャがアプリケーションが各要素についての処理を行うコードを提供するようにする。これにより柔軟性を損なわずに明確にライブラリーとアプリケーションを区別することができる。コールバックは 実行時速縛の一種と見ることもできる。以下の新言語コードは配列を検索して5より大きい値を探す処理を行うものである。まず、イテレータを使ったコードを示す。次に、コールバックを使ったコードを示す。コールバック関数サーチの if 分の条件を変更すれば5より大きい以外の要素を検索するのにも使える。トラバースウィスにはコールバックが 自身の目的のために受け取る追加の引数プラムがある点に注意されたい。通常のコールバックではそのような引数をスコープ外のアプリケーションデータへのポインタに利用する。これは性的スコープ方式の言語 C や C でのみ必要とされる。ただし C を含めたオブジェクト思考言語には別の解決策がある。動的スコープの言語 関数型言語などではクロージャによって自動的にアプリケーションデータへのアクセスが可能となる。例として同じプログラムをリスクで書いた場合を示す。この場合、コールバック関数は使う時点で定義されており、インデックスを名前で参照している。これらの例では同期に関する考慮は省略されているが、トラバースウィース関数を同期できるように対処すのは容易である。 さらに重要なことは、同期するかしないかをその関数の修正だけで対処できる点である。コールバックの形式は、プログラミング言語によって異なる。コールバック関数は、例外処理を実現する手段としてもよく使われ、状況によって副作用を伴う処理を可能としたり、何らかの処理途中の情報を収集するのに使われたりする。割り込みハンドラは、オペレーティングシステムで、 ハードウェアの何らかの状況に対応するのに使われる。また、シグナルハンドラはアプリケーションが OS に登録し、OS が呼び出す。イベントハンドラは、プログラムが受信した、非同期的な入力を処理する。副作用のないコールバック関数を、純粋、コールバック関数、ピュアコールバックファンクションと呼ぶ。場合によっては、純粋、コールバック関数が必要とされることもある。 特殊なコールバックとして、術語コールバック、プレディケットコールバックがある。これは純粋、コールバック関数の一種で、引数は一つだけで、リターン値はブリアン型である。これは、データの集まりから、ある条件に適合するものだけを選別するときに、使われる。イベント駆動型プログラミングでは、 オブザーバーパターン的な方式がよく使われ、マルチキャスト型のコールバックが可能となっている。この場合、コールバックはあらかじめ登録され、対応するイベントが発生した時に呼び出される。プログラミング言語によっては、この機構を直接サポートしている場合もある。例えば、ネットのデラゲート、QT のシグナルとスロット。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。